こんにちは、西粟倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。これはですね、この看板、これは西粟倉村にね入る時にある看板なんですが、西粟倉村あいあい運動、挨拶のあふれる村に一つ育つ西粟倉村と書いてありますね。これはね、いつ立った看板かわからないんですけどね、僕たちが子供の頃、そうですね、約40年前ぐらいからですね、こうね、学校でもそうですが、挨拶をねしようということをね掲げている村なんですが、ちょっとね面白いのがですね、西粟倉村には信号機が2つあるんですが、こうねボタンを押して信号を渡った後にですね、この車の運転手さんにね向かって「ありがとうございました」というふうにね挨拶をする。これはですね、僕が今勤めている、ね、仕事場でもそうですが、子どもたちがね渡った後に「ありがとうございました」とね頭を下げる運動がね今も続いているっていうことはね、とても素晴らしいことだなと思っています。ここにもね書いてあります、挨拶のあふれる村に一つ育つ。まさにねその通りだと思います。はい、ということでね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。